の目的は人作り、永続はそのための目標である。道系一体の人生作りと経営第109講義、生存競争と独占。皆さんこんにちは。道徳と経済はもともと一体であった。道徳経済一体思想、その道系一体思想をテキスト道系一体経営言論をもとに共に学ぶ音声による講義です。解説をいたします。 MBI 講師の久保山です。今日も共に学びましょう。さて本日は443ページ、生存競争と独占という項目について講義したいと思います。さあ、今日、大変な時代ですね。これまでは、インターネットが普及する前までは、リアルな、ね、証券、小生券の中で競合と戦うというような商売の入れ方、経営のやり方でよかったわけですけれども、今や全世界と、そしてC2C、ね、B2C、C2C といったようなビジネス2カスタマー、ね、企業がお客様に対して販売をするという従来の形から、お客様がお客様に対して商品を販売するといったようなネット上でのダイレクトのマーケティング、ね、そしてダイナミックプライシングというような値段のね、決定する方式、こんな状況の中でね、生き残るっていうのはどうしていくんでしょうか。またどのように考えていったらいいのでしょうかということが書いてあります。さあ、ここにね、443ページに書いてあるようにその通りだと思いますね。勝者となれば残り、敗者となれば市場からの撤退をやむなくされる、その現実は非常でもあるとさえ言えるでしょう。本当にそうですね。で、この道系一体の道徳ということも、この単純に考えると、すべての企業が、ね、互いに助け合って、分け合って生きていくっていうようなのが、それは理想です。しかし現実の経済世界ではそのようにはできていません。それどころかね。今日、この経済の世界は、激しい二極化、ね。この二極化っていうのも 50%、50% じゃありませんよね。少数の勝者と多数の敗者ができた上にね、二極化が進んでいるって言うんですよ。これは怖いことですよね。ですから、この広池竹郎、この道系一体提唱した広池竹郎は、この生存競争のね、本質、競争の本質をね、生存競争だと。競争の本質が生存競争であり、そして、その生存競争というのは、生き残るためのね、努力であるって言うんですよ。経営に携わる皆さん、生き残るための努力ってね、何をされてるでしょうかね。昨日の今日、今日の明日の営業をね、昨日やっていたことを今日またやれば明日が来るという時代ではなくなりましたよね。今いらっしゃるお客様はコロナウイルスで本当にね、骨身に染みて感じられた方いらっしゃるんじゃないんですか。ね、環境が変われば自分たちがお客様と思っていたお客が一切ね、ゼロになるというような体験もされたことがあると思います。つまり、常にそういう状況は起こり得るんだということを経営者は頭の中に入れて、そして経営をしていかなくちゃいけないということですよね。本当に厳しい時代になるというよりも、その生き残りのための努力というのは、どんな時代においても必ずあったんだということですよね。で、このですね、実は、その、生存競争のこのことが詳しく書いてあるのが実は446ページ、445ページの終わりから4行目になるんですね。そこまではどのようなことが書いてあるかというと、結局生存競争を勝ち残るために必要な努力がいろいろあるけれども、品質を良くしたり、品物の値段をね、廉価にしたり、ね、それから仕入れの努力をしたり、前回話をしたようにマーケティングを考えたりというふうにするけれども、とどのつまりは人間、そこで働く、つまりね、経営者が一生懸命勉強して、そして自分自身でやっていくっていうことをね、一人でやれればいいですよ。しかしね、組織というものを使って大勢の社員と共にことを成していくわけですから、この品性資本という考え方が道系一体の中にもありますけどね、組織としての品性。品性とは何でしたですか？
そうですよね。品性とはより良いものの考え方と行動が習慣となったものですから、その会社に所属する全ての人、できれば全ての人です。そのために努力していく必要があるんですからね。全ての人がイメージしてください。全員がね、お客様をね、本当に考えるというね、三方よしね、こういうような考え方とかね、もしくは人を育てるというね、考え方、本末傾聴収支、本末の元っては何でしたでしょうかね。経営理念も元ですよね。つまり自分たちの会社はどういう存在意義でね、存在をしているのかということを忘れないような、そういう社員や従業員が増え、そして社長の心を心とできるような、そういったね、社員たちがね、実際にいるイメージをしてください。そうなった時にはね、その会社っていうのはなくてはならぬ存在になっているんじゃないんでしょうかね。そうすれば大企業がね、資本力を持ってね、ランチェスター戦略の項目の中であったように、強者の戦略を取ってきた時に、同じように資本で戦おうとしても中小企業零細は絶対に勝つことができませんよね。ですからどうするんですか。痛い同心、働く人間、これを資産と考えて、そして商品、物、サービス、こういったものでね、勝負していくわけでしょ。それがね、ここに書いてあるんですね。444、445ページに。つまりね、本当に人間の品性、ね、人間の品性資本、もしくは徳というようなものを積むというような考え方を本気で思ってますかっていうことですよね。この道経一体の経営言論に学ぶということはね、実はね、覚悟が決まることじゃないかと思いますよね。この道経一体っていうのはね、本当に間違いない。ね、本当にこの道でね、行こうという覚悟をね、経営者が持たなければ、どんな勉強をしても実はね、何の役にも立たないんじゃないかというふうに最近思うようになりましたね。つまり、トップ、一ノ倉先生がね、トップで、会社というのはトップで 99% 決まると言ったけれども、もう間違いなくそうです。トップが覚悟を持たなかったら、ね、組織はね、生命体でもありますからね、右往左往してしまいますよ。ね、自分勝手に仕事するわけいきませんから、まずはこのね、道経一体言論をしっかり勉強してね、経営者の皆さん、自分自身が生きる道を覚悟したい、そういうふうに思いませんか。さて、446ページからこのように書いてあるんです。道経一体の生存競争はどんなことが、道経一体の生存競争なのかというと、446ページ、その真ん中の段落、右のようにというところでこのように書いてますね。自己の生存を図るために他者を圧倒するというのは、これはいかんと。ね。自分自身が生き残りたいからといってね、他の、いわゆる競争っていうのをね、他を叩き潰すようなことと考えたら、結局はそれダメだよっていうことがね、ここ書いてあるんですよ。ね。あなたが生き残りたい、俺が生き残るんだっていうのはね、自己保存の法則ですから、それはそのようになるでしょう。そうなるけれども、自分自身が生き残りたいからといってね、他者を叩き潰すようなことをすれば、必ず外に敵ができる。そして内側からもね、不安や不満がね、湧き出してきて、いずれ滅亡するっていうふうに書かれてます。歴史を見ればそうですよね。じゃあどうしたらいいのか、それがここに書いてあるんです。ね、道経一体論ではどう考えるか。品性をもとにして、社会に向けて富を生み出しながら人づくりに努力する過程で、自然に勝者と敗者が生まれてくる様子を生存競争と呼んでいるって言うんですよ。これどういうことかというとですね、これ品性というのは先ほども言ったように、より良いものの考え方と行動を習慣化していけるような中小零細企業のその組織と、そうではないところが、おのずとやはり勝者。勝者というのは、この道経一体の中では永続ですよね。永続していくことですよ。人を育てていくには、自分自身も含めて、人づくりの一番目は自分、そして自分を中心にした会社のコミュニティのね、社員さんや従業員さんやステークホルダーの皆さんやお客様、その人たちを感化しながら共に育っていくには長い時間がかかる。長い時間がかかるわけですから、利益を出さなくてはいけない。ですから利益を出さなくてはいけないから、企業が永続しなくてはならないというな理屈になるのが、この道経一体の人づくりが目的である経営方法ですよね。でね、だからこのように書いてあるんです。その446ページの終わりから4行目にね、これはね、
こんなことをね、当時、広池竹郎が考えてたのかって言ったら、これ予見、未来を予見してるような文章が書いてありますよ。446ページの終わりから4行目。ね。社会の文明が次第に進むに伴うて、伴ってってね。社会の文明がどんどん今進んでますよね。道徳が進まねば、それに沿って、ね。社会の文明、科学が進んでいくに従って、道徳が進まねば、真の幸福は来たらぬのでありますって書いてあるんです。その理由はって書いてます。文明の進歩とともに人間の知識も技術も富もその他事業上の施設経営の方法も皆進歩し、今日においては誰も何人もこの点においてはほとんど遺漏なく漏れなくね、全員がということですよ。その全力を提出して競争しておるのです。これどういうことでしょうね。会社でもそうじゃないですか。このね、AI や IoT、ね、インターネットオブシングスと言われるようなネット上のね、いろんな様々なテクノロジー、そしてロボティクス、ね、このようなね、人間が、人類がもう体験したことのような、ないようなテクノロジーの進化の中で、人間の存在すらね、議論されるようなこの環境の中で、ね、人というものは、命ある人間というものは自分をね、生存の生き残るために必死で努力してやる。これは間違いないですよねって聞いてるわけですよ、ここでね。しかし思考してこの上にさらに今一つの競争の余地の損しておるのは道徳の実行のみでしょうって書いてあるんですよ。道徳の実行のみでしょう。さあ、道徳という言葉が出たら常に思い出してください。道徳とは何でしたか？道家一体の道徳とは何でしたか？そうですよね。人を益し、喜ばすには、どうすることかを思う心が道徳である。ぼんやりと考えちゃダメですよ。道徳という言葉が出てきたらね、人を益し、だから自分の役に立ちもそうですよね。社員の役に立ちもそうですよね。お客様の役に立ちもそうですよね。そして喜んでもらおうというね、その心がベースになかったら、もう小手先じゃ勝てない時代に入ったっていうことですよね、これ。ねえ。どんな商品を作っても、すぐに真似される。どんなサービスをね、素晴らしいサービスと一時的に思うようなことをやってもすぐに後から追随されるでしょ。じゃあどこでね、差別化をするんですか。どこでね、新商品を作るんですか。どんな、いかなる新商品を作ってもね、サイクルがあまりに短い時代。あっという間にね、陳腐化しませんか。技術にしても。じゃあその中においてね、永続的にお客様と、そしてね、クライアントさんと、継続して続いていけるには、この道徳というものしかないと断言してるんですよ。道徳とは何ですか？そうですよね。人を生きし喜ばすにはどうすることかを思う心があなたの中にありますかっていう話ですよ。あなたの中にはあっても社員の中にありますかっていう話ですよ。これを作り上げていく努力をし始めるのが道家一体の経営の道のりへ進むことですよね。その道に進むという意思決定をするためには、経営者に覚悟が必要なわけでしょ。覚悟をするためには知識がいるから、こういうものを学ばない限り、道家一体の道に進もうという決断はするはずないじゃないですか。ねえ。だから永遠に、もう本の知識で終わってしまうっていうわけですよね。そしてね、ちょっと個人的には、ちょっとこれは気をつけなくちゃいけないなという反省をね、私が、ものすごくしたのが449ページなんです。終わりのところにこう書いてあるんです。独占をね、独占をしたらダメだということなんですけどね。気がついたらあなたが独占しているような形に見えるような状態になったらダメですよって書いてあるんですよ。わかります？これどういうことか。本人が独占している気持ちになってないんだけど、周りから見てあなたが独占しているように見えたとき、あなたは、ね、評価されないし、誰からも認められないよって書いてあるんですよ、これ。ねえ、これちょっと衝撃ですよ。449ページのね、真ん中の段落、後ろから2、4、6、7行目。積極的に他人の世話をすることは善事である。ね、そうでしょ？積極的に他人の世話をすることは善事であっても、それが周りから独占的行為とみなされた場合、せっかくの努力が評価されないことがあるって書いてありますよ。私そんな気持ちはないんですって。いや、俺そんなの独占してる気はないよ。ありませんか？そういうふうに見えてしまうとね、
あなたは評価されないですよ、気をつけろ。次のように広池竹郎が言っていますって言うんですよ。ね。だからね、これが大事なのはね、本当に相手のね、相手を助けようとか、相手に良くなってもらいたいという気持ちがあなたの中にあるかっていう一点です、これ。一点。本当にそうかと。自分がよく見られたいためにやろうとしてるんじゃないかとか、誰かに評価されたいためにお前やってないかっていうことを見抜かれてるんです、これ。自ら進んでその曲に当たって世話をするごときがあったならば、気をつけろと。他人より、独占的と見られてその仲間の感情を害し、たとえいかにそのことに苦労するも何人もこれに感謝するものはないのでありますって書いてある。そしてその人のね、努力は徒労に終わるって書いてあるね。誰も協力してくれないって言うんですよ。そういうことないですか？もしかして。皆さんね、自分がね、何かね、積極的にやるよって言ったことを誰も応援してくれないんですよ。なんでですかねっていう人がいたら、それはね、あなたに問題があるって言うんですよ。あなたの精神が実は、ね、俺が評価されるためにというふうなことでやってませんかっていうことなんですよ。ねえ、これ会社の社長と経営者とかはね、本当にね、これ特に後継者にね、よく見られますけどね、ね、先代を超えてやろうとかね、先代に認めさせてあげよう、やろうとかいう気持ちでね、やったとき、この法則の通り、誰からも評価されないし、誰も応援してくれないっていう、そして誰もなんで応援してくれないんだって文句を言う、それはあなたが悪いっていうことなんですよね。最後の450ページから451ページにかけて、非常にね、座右の文になるようなことが書いてあります。生存競争をね、するときに生き残る方法はね、飛び上がる方法、押し上がる方法、這い上がる方法の3つがあるって言うんですよ。でね、飛び上がる方法っていうのはね、盗賊したり、詐欺をしたり、賭博。つまりね、飛び上がるから警察捕まるよっていうね、押し上がる方法も同じくね、それに似たことがあるって、世間一般のね、我々が特に陥りがちなね、他の人をね、圧倒して、特にね、要は他を蹴落としてというような表現があるじゃないですか。他の人を蹴落としてでも自分が生き残ろうとしたって、それは自然の法則、天が許さないよということがここに書いてあります。じゃあどうやって生き残るか。3番目、這い上がる。ただはいはいと這い上がる。ね。カタツムリ、ゆっくり登れ、富士の山っていうように、少しずつ少しずつ登っていくんだと。ね。大事なことは何か。自分自身の精神に道徳。人を生きし喜ばすにはどうすることかを思う心が道徳であるということをベースに、経済、ね、商品制作もしかり、マーケティングもしかり、ね、財務もしかり、ね、そういったものものすべてをね、その土台の上に乗せて考えていくならば、永続が必ず約束されるよというふうなことが書いています。本当にそうだと思いますよね。ね、ただハイハイと這い上がる。素直な人は人も好き、神様も好きっていう言葉がね、ありますけどね。そのようにして、今回は独占と生存競争ということについて講義しましたけれども、生き残るには、生き残るための努力をしなくちゃいけない。しかし、その努力が間違えていれば、いずれ生き残ったと思った自分も衰退し、滅んでしまう。そうならないように気をつけたいものですね。今日は以上で終わります。またお会いしましょう。